新潟市西蒲区の角田山。その山中に消防隊員などの姿がありました。さらに上空には1台のヘリコプターが。警察や消防によりますと、午前9時過ぎ、登山して転んだと消防に通報がありました。新潟市中央区の60代の女性が家族3人で登山をしていたところ、足を滑らせ左足を負傷したといいます。女性は警察のヘリコプターによって病院に運ばれましたが、命に別状はありません。昨日雨が降っていた影響もあり、当時登山道はぬかるんでいて滑りやすい状態だったということです。